サイムダービー FC はマレーシアのサッカークラブ。同国有数の複合企業であるサイムダービー社のサッカークラブである。2010年1月22日にサイムダービーグループの後ろ盾で設立され、3月4日にマイリス・プルバンランス・ライアン・スタジアムを本拠地として公式に始動した。初シーズンでマレーシア・ファムリーグを制覇し1年でマレーシア・プレミアリーグに昇格した。 プレミアリーグでの初シーズンは12クラブ中5位という結果に終わった。この年は2ンジャヤスタジアムを本拠地としていた。この年のマレーシアカップではマレーシアスーパーリーグに所属するパハン FA を2000合計で6-0で破る快挙を成し遂げた。翌2012シーズンは ATMFA と降格してきたパハン FA に次ぐ3位につけた。このシーズンのピアラ FA マレーシアでは、設立からわずか2年で決勝に進出したが、5月19日に行われたブキットジャリル国立競技場でのケランタン、FA 戦で0の1で敗北し、タイトル獲得とはならなかった。この彗星のごとく、現れた申請には、マレーシアのサッカー協会からも多くの支援が届けられた。2013シーズンには、プレミアリーグで準優勝し、 マレーシアカップでは準決勝に進出したものの、サラワク FA に3-1で敗れた。その後、2015シーズンにマレーシアスーパーリーグを12位で終え、降格した。ありがとうございます。